さて、行き先は荷造りしながら適当に考えるとすっかな。行き先も決まってないのに出ていく。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年10月14日土曜日の午後1時19分です。本日は夕方6時まで広場で秋の釣り大会が開催されています。では、本日のその他のお知らせです。明日、一徹さんがアイナトーン出ていくそうで、引っ越しの準備をされています。おー。寂しくなっちゃいますね。一徹さんとお話ししたい方は、今日中にお家を訪ねてくださいね。そういえば前回出ていく的なことを言ったよね。で、私は止めなかった。あれからさ、だいぶ日付経ってない？まだおるんやなって、ちょっと。それでは本日も良い一日をお過ごしください。次に起動するまで。あ、はい。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。でさ、次にゲーム起動するまで、まだおるとかそういう感じやったっけ？いや、わからん。いや、いつもね、撮影する前に若干日付いじったりとか、いろいろしよったんやけど、時間とか。今回は、前回から、いじってないんよね。特に。自然のまんまの日付、リアルタイプの日付じゃないけど、いじらずにそのまんまの時間経過にしとるけんさ、まだおるんやーってちょっとびっくりした。ここよね、一徹。見納め。で、この石ってさ、要は屋根が飛んでいかんようにしとるとかそういうことなんかな。昔はこういう感じやったんか？はぁ。壁がボロボロじゃねえか。絶対寒かったよね、この家。弱いな。ぼちぼち荷造りを始めておかねえと。明日はいよいよ引っ越したからな。お前のおかげで退屈しない毎日を過ごすことができた気がするぜ。ありがとなってか。あれやね、ここに来て、なんか、ま、アイダホがおらんくなってジャックが入ってきたのもあるし、一徹もおらんくなって、次誰が入ってくるかな。なんかじわじわとちょっと、この島のメンバーがちょっと変わりつつあるよ。久々に。さて、行き先は荷造りしながら適当に考えるとすっかな。行き先も決まってないのに出ていく。行き当たりばったりすぎるな。またどこかで会った時は、遠慮せずに声かけてくれよ。あいな、元気でなってか。まあ、なんかね、アスモの島におったりするけんね。だって前のさ、結構前におった、おさいさんとか、あの辺、アスモの島におるけんね、普通に。いや、今日は絶好の釣り日和だからね。釣って、釣りまくるよ、だってね。ねえ、ひよじくん、その格好めっちゃいい。超可愛いんですけど、可愛くないこの格好。いいね。お魚、出ておいで。僕はここだよ、だぞ。めっちゃ釣りやりよるおっちゃんって感じ。いいね。みんな真剣に釣りやってんね。すみません。この巻貝通動くかと思うと目が離せないんですよ。わかる。釣りはね、こうやって待っていればそのうち。全く釣れる気がしないな。恋愛と同じで待っているだけじゃダメなのかもしれないね。キリ。じゃあどうするの？猫やけんさ。あ、でも、川には入っていけんか。ふふ。ふふ、お魚早く来ないかなーでし。参加率結構高いんじゃないか？釣り大会の。私も参加しよう。釣り竿は、持ってんね。2本持ってんね。よし。虫取り大会の方が好きなんやけどな。で、いつ参加する。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。今日一日、アイラトン釣り大会のホストをやらせてもらうから、よろしく。てか、釣り大会、ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるから、ガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間は3分以内に、できるだけたくさんの魚を釣ってね。制限時間は、ちょっと日本語おかしいなと思ったけど、勝手にワー出しとった。釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら、俺がプロデュースした魚グッズ交換できるから、ガンガンチャレンジしてくれよな。ちなみに、釣った魚は、そのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり、釣り竿1本あれば、持ち物の空きと気にすることなく、
いつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど、釣り大会に参加しちゃう？今日初めての人は参加費無料だよ。参加します。ねえ、そう来なくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから、魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたら、ボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。待って。ああ、待って。そう、選んでる間待っててくれてると思ったのに今。全然待ってくれてなかったわ。何にも魚影ないけど大丈夫その辺。なんかめちゃくちゃ、釣り糸垂らしてますけど、何の魚影もおらんよそこ。一緒くいー。引き数しか関係ないよね。サイズは今出てなかったけんね、そもそも。さあ、来い。はっ。来い来い来い。よし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 。今日映画なくなった。めっちゃ走って人のとこの邪魔までするやつ。はあ、確実にさっきの魚影あったとしても逃げとるもんね。ダメか。近すぎた？こう。もしやこれもダメ？おいー。この距離無理かな？はっ。いけるこれ。こいこい。やべえ、焦ってしまった。カッペイさんの優雅な感じ。とりあえずね、メッセージボトルを拾っておきます。さあ、来いよ。来い来い来い。種類も大きさも関係ないけん。さっきより小さいけど全然。まあ、多分、さっきのでかかったのは鈴木でしょう。おそらく。めっちゃ目の前。はっ。カレイ。私いつもさ、魚ってどれぐらい釣り上げよったっけ？多分虫取り大会に比べたら、だいぶ少ない引き数やったと思うよね。多分。わからん。全く把握してね。待って。なんか、いつの間にやら残り30秒ぐらいなんやけど。早いな。でも全然、10匹とか、夢のまた夢ぐらいの感じやったと思うよね。おそらく。今回の私の記録は、歴代でいいのか悪いのか全くわからないけど。もういいよ、来なくていいよ。無駄にリュックに入るだけなので全然いらないよ。よし、さあどうでしょう。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな？君がチャレンジに釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。でもどうなのかな？これぐらいなんかな？今までも。5、6匹ぐらい？まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で6匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう。8ポイント獲得だよ。ウェーイ、上がるー。ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。プレゼントがすごく気になる。ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。私今パチンコ持ってんな。でもここで打ったら多分消える。この辺まで待つか。早く来い。早く来い。日によってさ、プレゼント
飛ぶスピードとか変わらんかな。なんか風の強い弱いみたいな。やっと、やばくない？やばくない？1万ベル飛んできたんやけど。日常にそんなことないかな。1万円飛んできたらめっちゃ嬉しいけど。でも怖いな。これを手にした幸運なあんたへ。郵便受けの中を整理してたら DIY のアイデアが浮かんだもんだから、半信半疑で作ってみたんだ。このカードにレシピをつけておいたから、作れるかどうか試してみてごらんよ。うまくできたらいつか見せておくれ。思いつきの天才シオンより。シオンってどんな子？でもなんか姉御肌っぽい感じの。貝殻のスピーカーレシピを覚えた。イエーイ。貝殻レシピ？夏じゃね？そんなことないんか？それとは関係ないやつ？でも、あ、違う、ちょっと待って。あ、はい、全部買い取ってください。で、ちょっともう一回参加したいです。安っ。安っ。いや、やっぱ、釣り大会の方がいい。釣り大会の方がじゃない。虫釣り大会の方が好きだなぁ。なんとなく。ち、もう一回。多分、5、6匹ぐらいしか、今までも釣れてないんであろうと思うけん。なるべく伸ばしたいけど。ほらほら、このぐるぐるしよる時間もね。そして、この見せびらかしよる時間。いや、ま、それは、虫も一緒なんやけど、マジ見せびらかす時間無駄やって。この魚がこっちに気づくまでの時間も。すべてにおいてよね。ブラックバス。さあ、魚や魚や。いねえな。いた。え、そして、虫に比べて数も少ないと思う。いや、気づけー。気づけー、普通に。お。来い来い。よし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 。さっきが6匹やったよね。それは超えたいな。全くおらん。いやー、全くおらん。マジか。この走り回る無駄な時間よ。しかも虫と比べて走ったら逃げてっけんな。くっ。いない。全くいないんだが。あ、そこに、そこに。お、びっくりした。マミーさんおったんや。誰かの竿があるなとは思ったけど。さあ、来いよ。釣れなかった。なんてことだよ。目の前で釣り上げてやろうと思ったのに。じゃあ、君だ。お、あっち側にはシャンティーも。ちょ、そっちに行かないで。これは多分無理だな。あの子は多分無理だな。え、ちょっと待って、時間経過早すぎ。これは近すぎだな。ここぐらいで。あ、もう絶対無理やん。やっぱ魚はめちゃくちゃ、全然、ねえ、数が稼げんっていうのも多分、私が虫捕り大会の方が好きな理由なんだろう。おそらく。にしてもほんと釣り大会参加率高いな。ねえ、みんなしおるよね。こんな中、黙々と引っ越しの準備をしている一徹、悲しい。とても悲しい。前回よりは高いんじゃない？ほらほら。2925ベル。オッケー。ふぅ。ちょいとみんなにお話聞きに行こうか。新たに見つけた。参加者たち。ね、マミーさん。そうやってじっくり見られると緊張しちゃいます、たふん。ごめんね。でもそこ魚影ないからさ。魚影ないから釣れないよ。ね。
やっぱそう簡単には釣れないか。あは。あ、ごめんね。まあ、でもあそこのはモニカには関係ないか。むちゃくちゃ近くの逃がしたけど。そしてあちら側のシャンティ。どうも、釣れてる？お魚もなかなかにじらし上手ね。でもこっちは釣れなき釣れないで、逆に燃えてきちゃうのよ、だってば。いいね。そういう負けず嫌いな感じ。私速攻で嫌になりそう。特にリアル。いや、ゲームはまだね、わかりやすいけんいいんだけども、びっくりした。葉っぱかと思った。雑草生えてるって思ったら全然違ったわ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、一徹が出ていって、誰が入ってくるかな。キャンプとかで自分で選べたらいいけど。いや、カードいっぱい持っとるけんさ。まあ、好きに選べるっちゃ選べるけど、やっぱね、こう、運に任せたいなっていうのがあるけんね。楽しみ。